動かんくて、そう、まあ今さっきのかけたんだけど、で時を見てなかったからさ、こんななってると思わなくてごめんなさい。今めっちゃ急いで準備をしました。ごめんね。ちょっと頑張ります。はい、ということで、アップアップガールズかっこにきのカジマヤです。どうも。ちょっと今ね、スマホでやってるからちょっと暗いんだけど、ごめんね。ちょっと明るくできないかビヨン。待ってましたか？どうでした？今日みんな帰り道ですか？せい、あ、すごい響いちゃった。せい、ちょっとこの枠はね、帰り道を狙ってたんですけど、帰り道かな、みんな。はい、ということで今日もね、夜はがっつり配信できるということなんですけども、ですね、あー、ちょっと消えちゃった。20時半からですね、続いて、ここからは鹿島の巻き返しゾーンになります。ちょっと昨日できなかった分、今日でどれだけ巻き返せるかっていうところがドキドキしているんですけども、皆さんぜひ頑張らせていてください。あれ？頑張らせてください。よろしくお願いします。もう家だって。あ、本当はついてる。あ、よかったよかった。帰りついて、あ、もうついてる。あ、ついてる。おとといは柏にお邪魔しました。あ、お、千葉県来た。おもてなしです。あら、よかった。どうでした？柏。帰りついた。あれもついてる。みんなついてる。あ、お仕事休みに。ついてる。みんな家いるわ。あれ誰も帰ってない。今帰りにしろって人あんまりいないからね。いやいや、いいんですよ。もう見てくださることが本当ありがたいことなんで。ぜひ皆さんに、ツイートとかね、していただけたら嬉しいです。はい。柏通ったの6年前。マジで？え、ちょっとさ、暗いんだけど、どうしよう。ここら辺からどんどん下が暗くなって、影になって。電車の中。ぜひ。いっぱい笑って、電車の中で。ダメか。あら、おいちゃん転んだ、ありがとう。嬉しい。なんかちょっと目の下黒くなってきた。今日、耳鼻科にね、行こうと思って。そうそうそう、指から休みだった。 なんか休みの日多いな、行こうとしたら休みっていうシステム多い。なぜだ。ケーゼラトレート駅に火事にはまったみたい。本当ですか？いやいやいや、そんな、またリップサービス、リップサービスですか？おいちゃん、かい、あ、やばいや、ありがとうございます。私も今日一日休みやったんですけど、お買い物しましたよ。6000円くらい消耗品を不足してたことに今日気づきました。6000円って相当じゃないですか。6000円も今日使ったよ。でも超高かった。泣きそうだった。めっちゃ泣きそうで、ほんとあんま変わんないな。ほいっと。泣きそう。調べていく癖をつけましょう。めっちゃ買うよね。買った。キュレルたちいっぱい買った。あれ、あ、今日買ったものそこにあるけど、あ、テレテレテロップ。そうだ、化粧品とか、あ、買った。お粉、あのパウダー、フェイスパウダー買ったりとか。キュレル高い、本当に。もうでもね、あれないと私死んじゃうから。化粧水と洗顔と、ラルシュポゼのリムバーを買って、メイク落とし、リムバー買って、あと何買ったかな、なんかすごいいっぱい買ったよ。そうそうそう、めっちゃ買って。そうそう、買ってお買い物してきました。いつぶりのお買い物だったかな。めっちゃ久しぶりにお買い物したんですよ。だからもう超消耗品激しくって、あ、消えちゃった。ついに、いいか、消えちゃった、消えちゃった、しょうがない。いや、暗いな、やっぱり。電気もう暗いって。
電気はつくんな。火事だよ。さっき絶対レードを見終わりました。最終回のアフターストーリーやった、見れた。あれなんか本当に絶対レードもう全てが全部終わっちゃった感じなのかな、なんかあの感じ。そうじゃない、なんか終わりな感じしたんだけど、すごい悲しい。まあでもいいエンドだった気もするので、まあ良きっちゃ良きだったですかね。そうですね。あ、ねえ、パラサイト、あ、やばい、めっちゃ大きい声が。パラサイト見たんですよって話したっけ、してない、した。パラサイト見ました。パラサイト見ました。話したかな。わー、なんかいっぱい見てくれてる、ありがとう。おいちゃん、あ、やばい、ありがとう。ジジさん、転んだ、ありがとう。あ、転んだ、ありがとう。ガム、ガム、ハト、ありがとうございます。ジジさん、ガム、ジジさん、おちゃん、すごいいっぱいくれてやって嬉しいよ。メガネッチ、コロンナ、ありがとう、メガネッチ。嬉しい。みんなありがとう、なんか優しいな。嬉しいです、とっても。パラサイト見た。言ってないや。パラサイト見たんですよ。ネタバレは言いません。ダメです。絶対、絶対言わないけどね。手は大きいですかって、え、大きい、めっちゃ大きいって言われます、手は。でもママが見に行かないって言ったから全部ママに寝触り言いましたけどね。ハズジンからんで、ありがとう、ありがとね。でもちょっとパラサイト怖かったんだって。ちょっと一人で見に行ったんだけどさ、ちょっと怖かった。パラサイト怖かった。ちょっとなんか鳥肌、なんか考察、なんかみんな見終わった後に考察をがあって、見終わった後に考察みたいのがあってさ、うん、ちょうど怖かった。でも考察私全然分かんなくて、読んだんだけどなんかよく分かんなかった。上下の手の傘かかります、かかって。りなちゃん、あれこの間もやったよね。多分ね、同じよ。上下どこやったっけ、その時に上下って使ってたよね。どこやったんだろう。上下なくなっちゃったよ。久しぶりね、手指とかさ、測ったよね。次どこの長さ知りたい、爪とか。ちょっとジャムの爪上手じゃ、綺麗じゃないんだけど、どう、ちっちゃいんだ爪は。そう、待って、定規どこやったんだろう。私あの時定規使ってたよね。どっかやっちゃった、どっかやっちゃったよ。パルサイトって字幕、字幕で見た。え、吹き替えってあんのかな、分かんなかった。字幕しかない、字幕って、うん、字幕でね。そうそうそう。ハサチンからんでありがとう、ジジさんからんでありがとう。千葉の人、千葉の人。りなちゃん、で、エアティクラブしたい。え、したい。定規持ってきて、持ってるから、あ、待ってるからって。運動？ってちょっと、会島の散策する？部屋。カチの部屋散策。あ、やばい、ズボン脱げそう。どこだろう？マジで定規ない。私さ、定規どこやったんかな？違うね、違うね。ないよ。部屋汚くない？ちょっとやばいんだけど、どうしよう。ハサチンだるまありがとう。ジジさんだるまありがとうございます。海外映画とか字幕版とか吹き替え版とかあるが、主も断続で字幕版で見るからって。あ、そうなんだ。私吹き替えが良かったんだけど、吹き替え残ったからさ、ズボン脱げるのちょっと途中で置けてきちゃったって。定規のとこ、ん、定規のことを線引きって言う、え、めっちゃ言うよ、線引きって言うよ。ズボン脱げそうっていうパワー、いや、ズボンちょっと脱げそうなんだ今。部屋が見切れてるで、どう、私の部屋どう、ケイチ映ってたかな。こっちにもケイチいっぱいあるの、ちょっと見せるね。じゃあ、はい。ポスターが貼ってあります。ケイチ、いろんなところにケイチが貼ってあるんですよね。やばい、言うよねって。
やばいね、本当に。普段見えない背景が。どうですか。え、今丸出しなんですか。いや、そんなことじゃない。今ズボン履いてるよ。脱げそうだよって言っただけ。大丈夫だよ。字幕版ならその人の声がまんま聞けるからポイント。なるほどね。あ、なるほどね。そういうことか。面白い配信。選挙のポスター。そう。定規を探す。定規、やばい、定規回せた。ね、定規どこやってったって、キャペロルって言って。いや、本当に。そっか、でもわかる。そう、痛い。なんかもうさ、もう、あ、ギター開けちゃった。いや、なんかさ、そう。すごい、字幕で見たのって割と初めて、吹き替えばっか見てたから。そう。だから、そう。リアル感があって、なんかちょっと泣きそうになった。うん。でもちょっと怖かったな。ちょっと怖かったよ、私の中では。ね、定規ない。ね、泣きそう。あれ、私定規どこやったんだろうね。いつもさ、ここら辺にあるよね。なくしちゃったのかな。定規ってなくす普通。そんななくさないよね、あの大きいやつ。カモンカモン、定規カモン、ヘイヘイ、呼んだら来るかな、定規、あう、ない、本当にどっか行っちゃった、やだ、誰か定規ください。え、前回私の手って何センチだったっけ？忘れちゃった、何センチだったっけ？なんか全然私覚えてないんだけど。前回何センチだった？私測ったやつ覚えてるかな、みんな。なくす前に持ってないって、普段使うのかねって。多分その時からない。なんて分からんの。18センチくらいだったっけ？だっけ？測ったかな、どうだろう。リコーダーで測ろうか。リコーダーだとここちょうどここら辺につく。ソプラノリコーダーで下からあのこの穴、あんなくらいまで行きますね。そう。みんなリコーダー持ってきて。そしたら私と手比べられるから。ほら、ここが私の手です。そしてですね、爪はですね、ちょうどこれの半分ぐらいですかね。そうですね。ですね、いいですね。そしてですね、じゃあ私のこのくだり覚えてるって。いや、私にとってはもうあれなんですよ。もうリコーダーが物差しみたいなもんだから、きっとみんなもリコーダー持ってると思う。持ってないかな。今度用意してくる。スクショしたいだって。どう、スクショできる。ありがとうございます。カジノリコーダー測ってみた。メジャーのあるんで、そか、メジャーもないな、私の言うの。そうね、何言ってるか分かりません。ありがとうございます、皆さん、本当に。ペロン。今日ね、夜ご飯焼きそばなんですよ。焼きそば、そう、焼きそばね、久しぶりに食べるんだよね。マミーが作る焼きそば美味しい、美味しい。なんかソースがもうちょっとでもかけようかな、今日ソース、うん、かけようかな。セレブレートメッセージでも鼻リコーダーやってくれるの。やるやる。ね、実際にセレブレートメッセージで鼻リコーダー吹いてって方いらっしゃって、やった、そう、楽しかったです。いや、たまに吹きますよ。うん、でもね、面白かったのありました。結構プロダクトジュンジュン食べたの。食べた。ファラキュンドプルモンはね、食べたよ。美味しかったよ。ちょっと辛かったけどね。ラブゲッチ、コロンダありがとう。みんなスペシャルギフトをいっぱいくれている。ラブゲッチありがとう。タマちゃん、タマちゃんコロンダ。ジージーさん、あ、ボタン。いっぱいありがとうもらいます。学生の卒業式綺麗だ。ホソチンコロンダありがとう。ジージーさん、わっ !100。やば、ホソチン1000個くれてる。ありがとう。めっちゃくれてるやん。ありがとう。どうやって今日はパソコンかな。ジェイジーさん転んだ、ありがとう。めっちゃくれてる、本当に。ありがとうね。みんなすごいいっぱいくれた。ん？
焼きそばはマヨネーズかけない派。ああ、からしマヨネーズかけたいかもしれない。ペヤング激辛なら一昨日食べてやるって。ペヤング激辛辛くない？やっぱあれ、私ちょっと食べたんだよね。一口食べただけでなんかもう死にかけちゃったから、ちょっとダメだってなった。美味しいのにソース増しとな。美味しいんだけど、なんかちょっとソースを今日増して食べようと思って。おでこ。いやー、おでこね、今ね、ニキビすごくてね、やばいの。なんかケープで荒れちゃってね、見て、ちょっとニキビ見てほしい。ほら、わかる？ここにね、一個いるの。ちょっとファンデーション塗ったから目立たないようになってんだけど、1、2。ね、なんでだろう。なんか肌が弱いから、でも今までケープで荒れたことなかったのね。そうそう。なのになんか、ほら、わかる？ここにニキビがあるの。こことかにもできちゃってて、ケープ荒れっていうのかな？なんかすごいできちゃってるんだよね。辛いです。辛いのいけるんだね。ね、辛いのは、好きなんだけど、なんか辛いすぎなきゃ、辛くて美味しいくらいがすごいちょうどいいなっていつも思うかな。なんだろう。あ、辛いバクバクバクぐらいで食べれるのがいいなってめっちゃ思います。そうだ。あ、吹き出物か。そっかそっか、まあ私超えてるから私吹き出物か。マジか。なんということでしょう。もっと辛い黒柿辛とか絶対無理って。あ、それ食べたんだ私。あ、ご自身してしまったやって。どれだどれだ、探しに行こうと。いや、あった。焼きそば味にトリテリ味のトリテリカ。あれしてないよ、ゴジ。あれしてないよ。苦笑いだって。しまった、ゴジはしましまった。にゃーん。ん？担々麺くらいちょうどいい。え、わかる。担々麺ってさ、めちゃくちゃ美味しいよね、本当に。私大好き。ハンドパワーだって。はい。ドゥン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 。ハンハン。ハンドパワー、プリーズ。シュッ。バン。ハンドパワー。できたかな。トリテリ味のトリテリはトリテリだからって確かにそう。あ、なんか姉ちゃんからライン来たわ。おでこは重いニキビ。あ、そうなの。誰かのことを思った。みんなのことやん絶対。だってみんな。みんなさ、きっと会えないからだ。寂しくなってるんだ私。少し辛いだけでも汗が止まらなくなるって。あー、辛いとね。いや、私あんま汗出ないかも。ベロ痛いよって思ってたのと違う。なんで？なんで？手のひら見たがってる。あ、ほんとだ、手のひら見たがってたのか。いいよ、ピッピッ、ほくろスタッチ、ほくろスイッチ、ピンポンバーン、ハンドパワーすごい。あ、そうやったんだ。ごめんごめん、なんか変なふうにやっちゃった。変なふうにやっちゃったから。ハンドパワーちょっとできたかな。あ、違うの？待って、ハンドパワーってそういうのがあるの？待って、そしたら私知らないじゃん。やばい、そういうことじゃないのかな。お山遊園地。あ、お山遊園、あれ、お山遊園地、お山遊園地、避けた。マリック知らない？え、あれだよね。トゥ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 ってよね。トゥ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 、こうやってでしょ。レレレレ、どうかな、違う、できてた、ちゃんとできてる。相変わらずメロディーがあるって。あれ、あ、あれ、なんかこれで一回やったことあるな、それ。こうやってやった。2枚しかないから。その2枚しかないんだよ。2枚しかない。そうみたいな。
トゥ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 トハンドパワーで、こういう感じか、こういう感じだっけ、あって特技やってじゃん、よく知ってるじゃん、そうだよ、手品だよ、特技は。あとね、定規ちょっと探しておくわ、次までにね、気になっちゃう。手切れるって本当に、あ、手ってやっぱギターじゃない、ほら、これがあればさ、大きさわかるっしょ。これくらい抑えられます。あ、やばい、うわ、ギターがズリズリ落ちちゃう。どうですか、大きいんじゃない、これ結構。お腹空いてきちゃった。寄り目して顔ポーズ、ちょっと寄り目するしすぎると私結構怖いんだよね。天才を目指してやって、はい、もうなんかこうね、ちょわじゃわじゃないけど皆さんと一緒にあの上目指していけるように頑張りたいです。はい、頑張ります。みんなありがとう、本当に。なんか私寄り目するとちょっと怖いってよく言われてたんだよね、昔。超久しぶりに寄り目したんだけど、どうどうですか、指長いのいいならって。やっぱり私さ、みんなに言われるまで指長いって思ったことなかったんだよね。あれ、なんか私手相変わったな、ちょっと手相変わった気がします。すごい、でもなんか指が長いと なんかどうなんだろうね、わかんないけど、どうなんだろう、どうっていうのはあれだけどさ、そうそう、歌舞伎ね、なんか寄り目して歌舞伎みたいな、寄り目見たって、え、怖くなかった、よかった、何より絶対そう見せてよって。なんかさ、ここのさ、何、この真ん中のさ、ここ伸びたんだけど、今ここら辺ぐらいまであるの、すごくない、ボウリングとか投げやすそう。あ、でもボウリングね、楽しい、投げやすいかもしれない。うん、あみたいな手相面白いって、あ、そうなん、スマホ操作便利そう。あ、でもそっか、たまに鼻とか使うけどね、一時期私鼻のさ、あの指紋認証入れてたの。でももうすぐスマホ変えるんだ、そう、私変えるんだ、スマホ美しく見える、初めて、いや嬉しい、そんな、ありがとうございます。指の足、指の足もシュッとして、ここってこと、指の足ってここなのかな、うん、鼻って鼻にこうやってしもピューってやるとピョンってなるんよ。手大きいよ、手比べして固まってるよ、食べして手大きいよ、みんな手比べしようね。もうだって こうやってカモンカモンってやるだけでもすごい躍動感たまんないよね。ほら、手ちっちゃかったらこんなに躍動感出ないけど、こうやってやったらもうパパ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 ってなるよねって思う。どうなの、ゆめちゃん特技が黒目の追いかけっこやって、そう、私できちゃうかもしれないんだけど、どうしよう、できちゃうかもしれない、それ。鼻の指紋、鼻もん？そう。ここでピューってやるとピロンって開くん。顎とかなんか作って、顎とかここと顎ポンポンって使って。そうそうそう。普通に左手、普通に左の手、ん？普通の左の手の色見せてあげて。あ、じっとして、わかった。
落ち着きないからちょっとごめんね。見れたかなみんな。ちゃんとじっとしてみた。ハサチン絡んだ、ありがとう。うわみんなめっちゃくれてる。ありがとう、ありがとうみんな、嬉しいです。やばい、わかりました。あ、もうお時間になっちゃったか。あらららら、らということで、あ、そう終わり。続いての配信は20時半からの配信にして配信させていただきたいと思います。指が長いのでパピーがね長かったからかな。そうそう、皆さん最後まで見てくださってありがとうございました。なんかめっちゃコメント今日いっぱい来てくれてすごい嬉しかったです。こんな嬉しいことはない。1000人も見てくれてて、また皆さんに会えます。20時半からお待ちしております。よかったらなんだろう、星とか貯めといていただけたらめちゃくちゃ嬉しいし、今度こそ時間通りに始めます。よろしくお願いします。ごめんね、手こずっちゃって。待っててください。お手を拝借、せーの、以上です。ありがとうございました。また会いましょう。ありがとう。定規持ってくるね。